一流のスプリンターがここ中京に集います。春の電撃王決定戦高松の宮記念のスタートです。スタートを切りました。18頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。先手を取ったのは13番ファストホース、そのうちにウォーターナビレラ動いた。メイケイエール、いい足で上がっていく。オパールシャルムが上がってまいりました。さあ第3コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあってハグリ、それからもう1頭14番東進マカオ、その外グレナディアガーズ、ナムラクレア、ヒルロードがそのうちにいます。中京のスタンドが揺れています。ナムラクレアは6番手といったあたり。さあ先頭はファストコースが半馬身リード、間から黒い帽子ヒルロード、間を割ってヒルロード、先頭ダンノとファストコース、外を通ってロータスランド、ずらーっと横に開いての激戦だ。頑張るダンノとファストコース、捉えるかロータスランド1着高松の宮記念、勝ったのは8番ロータスランドだ。15番、3着、3番以上のように確定しました。